新機能を搭載したクラッド超新誘着接続機 41S プラスを紹介します。 41S プラスは誘着接続品質の向上、周辺工具の管理機能、使いやすい操作性の3つの特徴を追求した誘着接続機です。新機能のアクティブフュージョンコントロールテクノロジーを搭載し、アクティブブレードマネージメントテクノロジーと組み合わせました。アクティブフュージョンコントロールテクノロジーは切断角が悪い場合に作動し、アクティブブレードマネージメントテクノロジーは切断不良の発生頻度を常に監視することで、従来より接続ロスを低減します。それではアクティブフュージョンコントロールテクノロジーをご紹介します。新機能のアクティブフュージョンコントロールテクノロジーは、断面角度に応じた放電コントロールと光ファイバー熱発光解析機能を持っています。放電コントロール機能は、誘着接続する光ファイバーの断面角度に応じて最適な放電制御を行い、低損失接続を実現します。この機能をオフにして、断面角度が大きい光ファイバーを接続すると高い損失が発生します。次にこの機能をオンにして、断面角度が大きい光ファイバーの接続を行います。動作時はモニタ画面にアイコンが表示されます。オフの時と比較し、接続損失を大幅に低減することができます。光ファイバー熱発光解析は、放電中にリアルタイムで放電パラメーターを調整します。常に安定した熱量を光ファイバーに与え、接続損失を低減します。このようにアクティブフュージョンコントロールテクノロジーで安定かつ低損失接続を実現します。次にアクティブブレードマネージメントテクノロジーと光ファイバーカッター CT50 について紹介します。 41S プラスと CT50 は無線通信により、切断刃の摩耗状態など様々な情報を交換します。 CT50 は切断本数が増えると切断刃が摩耗します。さらに続けて使用すると切断不良が連続で発生します。 41S プラスは光ファイバーの切断不良の頻度をもとに、 CT50 の切断刃の状態を判断しています。切断刃が摩耗と判断したときは、切断刃を回転させるコマンドを出し、 CT50 は指示された位置に自動で切断刃を回転します。先進的な機能を備えたアクティブフュージョンコントロールテクノロジーとアクティブブレードマネージメントテクノロジーを一緒にご使用いただくことで、安定した低損失接続を実現します。このほか 41S プラスには多数の新機能を搭載しています。補強スリーブ1決め機構により、誰でも簡単に 60mm 補強スリーブを中央に配置できます。光感染ケーブルから分岐されるドロップケーブルの中間接続にもご使用いただけます。また様々な被覆系に対応し、誘着コネクターにも対応しています。ワークトレイは 41S プラスをセットした状態でキャリングケースから取り出し、即座に作業が可能です。誘着接続機のリーディングカンパニー、フジクラの 41S プラスキットをお客様の誘着接続作業にぜひお役立てください。